ワンバコ YTK でございます。本日はねまたライトのご紹介しようかなと。今回ご紹介するのがね2ワイルドさんの CL1000 でございます。でまあ2ワイルドさんといったらねやっぱりこの上下反転ができたりだとか、であと上にね無駄な力が飛ばないような加工がされていたりだとか、で配光がねものすごくワイドかつ下方向にすごい強い配光をしております。あの僕の好きな配光のライトですね、まあ、この辺は好みに分かれるんで真正面が強い方が好きだっていう人もね中にはいらっしゃるんですけども、まあ、最近のトレンドといいますかやっぱこう周りを明るくする方が安全面も僕は高いと思っているので、やっぱそういう意味でもねこの2ワイルドさんのライトは僕はものすごく好きで推しております。で2ワイルドさんねいろんな、シリーズございます。まあこの1000っていうのは1000ルーメンを指してるんですけども、まあ下は、400あんのかな、で600だとか900だとか、で上は1200、1600とか1800もあるんですけども、でこの CL1000 なんですけども、以前 CL900 というのが出ておりまして、まあ、それの、アップグレード版というような感じでございますね。で今回あの特別特筆する点が一つあるので、まあ、その辺も踏まえてご紹介しようかなと思います。で僕のチャンネルはねいろんなライトを数値化することによって非常に比べやすくしているのが、まあ、特徴的なんですけども、今回CL1000 で BR1000 で BR800 であと CL600 と、1000ルーメン以下のライトでちょっと比べてみようかなと思っております。でまあ見てもらってね分かりますとおり CL1000 が若干ちょっと弱いかなと、で BR1000 が強くて、で驚いたことに CL600 とねCL1000 今回のやつですねがあまり大差がないかなというような感じでございます。これは真正面の一番明るい部分の測定値でございますね。単位はルクスとなっております。じゃあ次、中心からちょっとずれてね若干暗くなったところの数値でございます。600ルーメンが一番明るいってこれどういうことというような感じなんですけども、これはねあのルーメンのその数値が高い少ないっていうよりもかは配光をどこに配らせてるかというような問題でございますね。でその次、中心から一番端っこもう一番暗いところを測定しました。これも面白い数字出てますね。まあ見てもらった通りやっぱ CL600 が一番すごいんですよもうこれ CL600 でいいじゃんっていうぐらいね CL600 がいいんですけども、まあ他の数字を見てみますと BR800 が一番ちょっと低いですよね。で今回の CL1000 および BR1000 がまあまあいい数字が出ていると。でこうなってくるとね BR600 でいいじゃんってなるんですわ。まあ確かにそうなんですよ。ただ BR600 とねこの他のシリーズ何が違うかってね、やっぱりこの下方向に強い光が出るかどうかの違いがあるかなと、まあ、僕の中では思っております。トゥワイルドさんのライトって本当にね下方向の光がすごく強い機種が何機種かありまして、まあそういった意味ではこの、CL600 っていうのは600ルーメンをねいかにどう配光を配らすかということでね、まあ、下方向はあまりちょっと、強くせずに、まあ、逆に弱くして、でまあ真ん中だとか両サイドを強くしたようなライトというような感じでございますね。でその他のライトはまあ下方向も非常に強くしているので、まあ光が分散100ルーメンに負けてるような、まあ、数字上ではねそんな感じな、ものとなっております。で数字だけを見るとね、CL600 でいいじゃんと、安いし、ね、他の機種に比べてこんだけ明るいじゃんと、両サイドも非常に明るいってなるんですけども、今回のね CL1000 もう特筆すべき点が一つあるんですわ。使用時間です。ランタイムがねむちゃくちゃ長い。で僕もあのトゥワイルドさんのライトいろいろ見てきましたけども、多分過去一に長いんじゃないのかなと。1000ルーメンのハイモードでなんと3時間の連続使用が可能で、僕も実際あの部屋の中で測定したんですけども3時間半持ちました、非常に長持ちです。1000ルーメンの明るさが3時間持つっていうのはこれなかなかね、他のライト見てもらったら分かるんですけどもあまりないです。で1000ルーメンクラスになってくるとね、3.6V 駆動の限界なんですよ。もうそれ以上になるとね 3.6V が非常に厳しいんですけども、という意味で、まあ、この CL1000 というのは長時間持つというのが最大の売りでございます。
で、まあ、3時間以上ライドするっていうのはもちろんなんですけども、まあ、僕の場合通勤でね、機械の充電で2日ぐらい持たしたいんですよ。やっぱ途中でね、バッテリー切れるとね、もうどうしようもなくなるんで、もう無造作で走るのもね、まあ、違法でないっていうのを以前に、もう単純に怖いんで、長時間持つというのは僕の中ではものすごく優れているライトかなと思います。で、まだちょっとね、やってないんですけども、実際にこれ3時間持つのかっていうチャレンジをね、まあ、近々したいと思います。実際室内で、まあ、3時間連続テントをさしたんですけども、そうじゃなくて、実際に使ってほんまに持つかっていうのをやりたいんですよ。っていうのも室内ね、クーラーガンガンに効いておりまして非常に涼しいんですわ。で、実際この夏場の暑い中、まあ、日中ライト照らす必要がないので、まあ、8時ぐらいぐらいから実際3時間ノンストップで使えるのかっていうのをね、検証をまた近々したいと思います。はい、ということでね、まあ、今回トゥワイルドさんの CL1000 というライトのご紹介でした。もうこちらの方を販売しておりますので、リンクの方をたどって僕にアフィリエイトを落としていただけると非常に嬉しいかなと思います。はい、はい、ということでね、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。